どうも、女浜一人暮らしです。さあ、今日もやってまいりましょう。今日はこちらの食材を使ってやってまいりたいと思います。なんだかわかるかしら。今日はちょっと手抜きをして、ご飯をレンチンでいきましょう。So、今日やっていくのはこのカツオちゃん。カツオちゃんを使って、あの、ド定番なメニューを、あの、王道なメニューをやっていきたいと思います。では参りましょう。Here we go! さてさてさて。まあね、この初ガツオのね、シーズン真っ盛りなんですけども、まあこの時期にね、きちんと食べておきたいなと、そう思う次第でございます。みんなはね、カツオ食べるとき、いつもどうやって食べてる？私はね、こうやってね、野菜をいっぱい盛り込んで、で、カツオちゃんとね、ドレッシングとかけて、カルパッチョみたいにしてね、食べたりすることが多いんだけど、ちょっとね、今日はね、ド定番。まあこれね、リスナーさんの方がおすすめしてくれたんだけど、マヨネーズとニンニクで食べるのもありよってね、教えてくれて。じゃあちょっとやってみっかと。いつやってみっか。おら、おら、おら浜一人暮らし。いつやってみっかということでね、今日やってる次第でございますわ。ぜひぜひね、皆さんね、この身近なお魚、カツオちゃんをね、私の家ではこんな風にして食べてるよとかね、オレンジではこんな感じで食べるよっていうのね、ぜひ教えてほしいです。こんなね、食べ方おすすめですっていうのあったら、ぜひ教えてくださいな。というわけで、私のね、カツの食べ方はこういう感じね。野菜盛り付けて、で、大根をいっぱいね、すって、で、これよ、これね、ニンニク、ニンニクね、チューブ使わない、あえてね、生ニンニクをわざわざすりおろす。無駄なこだわり無駄なこだわりがあるのよね。で、これをスリ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 とね、指を削らないように、ね、これもう私何度もね、爪をガリってやっちゃってるの。爪を何度もガリってやっちゃってね、私の指のね、爪ね、あの、ちょっとボロボロになっちゃってるのよ。やだー、変なこだわりがね、こんなね、悪影響をね、及ぼしてるのね。で、ここにマヨネーズを入れて、マジマジ、指マジマジ。はい、できました。カツオとニンニクマヨでいただいてまいりましょう。で、ここにネギをパラパラーっとかけて、見て、よくない？なんか、色合いもさ、結構いい感じできたんじゃないかなと思って。どうどうどう、いいんじゃないいいんじゃない。じゃあ、ここに、ポン酢をバーッと、まずちょっとぶっかけちゃう。ポン酢ぶっかけちゃう。バーッとぶっかけて、で、もう、あ、これもう使い切りだ。もう使い切った。で、それを、ね、このご飯。ご飯、今回はね、レンチンで、ちょっとね、省略させていただきましたわ。で、この熱々のご飯。一緒に食べていきたいと、そう思います。じゃあ、いただきは？ここら辺。ここら辺、拝借して、おっちょっちょっちょ、おっちょ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 、ね、いっぱい、いっぱい取っちゃった。じゃあ、これを、これをね、あ、ちょっとさ、一口サイズにね、これね、ワンテイクで取ってるから、ミスは許されないわ。で、マヨネーズを、ニンニクマヨをたっぷり、つけて、それではいただきます。あまままままま、あーうまい。そうね、そうね、このカツオの臭みをね、あのニンニクマヨがね、消してくれる。で、これをご飯と一緒にかき込む。あまままま、うまい。いや、幸せね、これが幸せってやつね。で、これをね、作った梅酒で、梅酒ソーダで飲み込む。うん、幸せってね、身近にあるんだね。いわきで生きててよかった。はーい、皆さん、今日も見ていただいてどうもありがとうございました。いかがでしたか、カツオとニンニクマヨ会。いやね、やっぱり王道なところはね、やっぱり通らなきゃいけないわ。私たるものね、やっぱりいわきのね、皆さんにおすすめされたものはきちんとね、通っていきたいわ。ぜひ皆さん、あなたのおすすめ王道メニュー教えてくださいね。
以上、小野浜ひとり暮らしでした。さあ、コメント返してまいりましょう。およよさん、んカツオでカルパッチョ、そうカツオでカルパッチョ大好きなんだけど、今回はね、ニンニクマヨ、おすすめされたニンニクマヨやってみました。はい、次の方、メモヤンさん、いつも美味しそうですわ。参考にしているレシピ本とかあるんですか？これね、実はね、よくベニマルにね、メニューのね、チラシがいっぱい置いてあるのよ。それ見てる。